おうちでフードピア達人に聞く。びっくりするぐらいですね、美味しいものがもちろんあるっていう、まあ、ちょうど来た時期が12月っていうことで、加能ガニがね、どのお店でもこう出していましたけど、まあ、それ以外にはもちろん北陸ブリとかですね、新鮮な魚介類はあるにはあると同時に、まあ、お肉関係は能登牛とか能登豚とか、もっとびっくりしたのはお野菜ですね。非常にカラフルな根菜、まあ、東京の方でもよく使ってたんですけど、イタリア野菜っていう野菜、それもですね、こっちでも全部揃う。水もですから地元の地下水ですよね。美味しいものたくさんあるんですよ。まず一つはカニのカブラロール、こちらはカブラ寿司を少し、まあ、意識しながらで、美味しいカニをお野菜とともに包んで、まあ、寿司じゃないんですけど、ちょっと洋風の味付けにしたかぶら寿司のイメージで、もう一つはやっぱり金沢っていうと華やかな町、まあ、もちろん代表するのは金箔ですよね、金。まあ、それに伴ってその能登で採れるカラフルないろいろなお野菜、それと日本海石川の海で採れるブリをはじめ、サワラであったり甘エビであったりホタルイカであったり、そういったものをですね、それぞれ味付けしたものを小さな器の中にですね、華やかにカラフルにしたものが金沢の花前菜といった料理一つなんですけどね。まあやっぱり街中を歩って、石川金沢の街、どんな街だろうな、まあ、そういったところとその地元の美味しい食材をじゃあどう絡めていこうかなっていう。料理人は多分ですけど、最終これだっていうのはないですね。まあ、料理も一つの素材で作る人によっていろんな味とかいろんな形があって、絶対いろんな答えがあるのが料理なんで、まあ終わりはないんですけど、ただ今まで自分が経験してきたことでいいものは次の若い人たちに、まあ、引き継ぐとか教えるとか、まあ、そういったことをやり続けてですね、さらに特にフランス料理界が次の次世代にですね、まあ、違う形で発展していればいいかなという思いがありますね。